はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこのキャラクターを使っていこうと思いますよ。まいゆですね。少し前の動画でランキングを出したんですけども、俺はまいゆを第5位、最下位に位置してたんですよね。そしたらコメントで結構まいゆは強いよっていうコメントいただきました。ありがとうございます。すいません、その時のランキングですけども、クリア直前ぐらいでそこまでねしっかりと使ってなかったと思います。申し訳ないです。で、実際使ってみたところ、まいゆアタッカーとしてものすごい有能です。で、装備がある程度揃いましたので、今日はしっかりと使ってみようと思います。まいゆの一番の、魅力っていうとこれじゃないでしょうか。クイーンオブハート、自分の力を極限まで引き出しダメージアップする能力なんですけども、これバイキルトとは別にかかります。なのでとんでもないダメージアップをするので、単純な力としては全キャラ1位になるんではないのかな。はい、まあ、とりあえずまいゆやってみましょう。ゴールドマンマックスと戦います。行ってみましょうか。でまいゆだけスーパーハイテンションなってますね。闘魂一括でひるむかな。ひるむよね。頼むよ。オッケー、いいね。で、次でクイーンオブハートを打って、で、もう一回行動できるならばもうちょっとやっていこうか。ルカに入れちゃいましょう。あんまり意味はないのかもしれないけどね、こいつに限っては。まあいいじゃないですか。で、いつも通りキラキラポーンをどんどん入れていきましょう。キラキラポーン、もうね4回5回戦ってるのでだいぶもう慣れましたね。あー、切れた切れた。で、まいゆはこれだよね。通常攻撃は、聖剣爆撃、これが一番強いんだよね。爆裂剣とかじゃなくて。とりあえずルカに入れた状態で普通に叩くと456。おお、なかなかだね。で、これにバイオシンとかそういうのが入ってくるとさらに上がってきますからね。まあ、とりあえずまずは身を守るのが第一ですね。キラキラポーンでみんなを守っていきましょう。で、眉 HP 高いっていうのもいいですよね。 HP 高いんでいい。で、ここはもうこのままいきましょうか。クイーンオブハートがね、ちょっと早めに入ってほしいところですね。バイオシンで攻撃力が2回目上がりました。で、ここを守りの風、あ、違う、これだ、聖なる風を入れて、こう回復力を1段階上げる。で、ベホマーだと完全回復でしょう。はい、 OK。あー、もう一回攻撃されてたまりますね。おお、バイキルト2発で、あ、バイキルト入ると710。まあまあそこそこのダメージではないでしょうが、いけ。まあ、攻撃力下げてもねダメージものすごい食らうんだけどね。そこはもう仕方ないでしょう。キラキラポーンはダメだから、聖なる風でもう一度上げておきましょう。ベホマラ、オッケー、テンション上がった。で、ここでクイーンオブハート、どんくらいだろうね、1.5 倍ぐらいになるかな。確かに、あの、雑魚的に使った時に1000超えるダメージを与えれるんだよね。で、クリティカルが出ると2000ちょいぐらいでした。どん
どんな感じになるんでしょうか。キラキラポン、あーキラキラポン使ってたがいいね。しっかりとそこは対策を入れていきましょう。ベホマラ全員切れそうだな。でここで聖剣爆撃どれ1000、あまあまあいいんじゃないですか。1000ダメージ入ればまあまあ十分いいでしょう。いみてオイルバップ、まああんまり意味ないんだけどね、意味はないんですけどね。キラキラポン入れていきましょう。重要な光栄の方からね入れます。できれば必殺技の何だったっけ、一番強いやつあれまで入れたいんですけどね。ここまで貯める余裕はありません。いけ、おし2000、いいダメージで、ここでもう一回ひるんじゃってください。無理か、無理だな。キラキラポーンはダストに入れないとね。 OK 完璧。ベホマラ、まあ、こんな感じでぼちぼち進んでいきましょうか。あー来た。で前回こいつと戦った時これこうそのまんま突っ切ったんですよね。うん、全員の HP が全然耐えれる感じだったんですけども、まあ、ここの成功法としたらあれだよね、ロストアタックでいくのが一番いいんだよね。ロストアタック、はい、かゴールドフィンガーでもいいんだよね。あれでも全然かき消せるんで、それも持ってるっていうことで、マイユは素晴らしいね。テンションも下げれるし、バフマなんかも全部かき消せるんでいい感じです。お、キラキラポーンが全然あれだな。まあ、マイユ一応まだ切れそうじゃないけども、上書きしときましょう。はい、まああとはもうこの繰り返しなんでね、このまんまやっていきます。きたー、これで狙ってみましょうかと。入らんかもしれんしな。勝利を手に、いきましょう。インオブハート入れて、で次攻撃して必殺技を打ってみようか。 OK、バイオシン入れんといかんね。やってやるですよ。 OK でフーラでキラキラポーンをラグアスに入れときましょう。あーだね、うん、ラグアス、ラグアスでここでベホマラーだ。完全回復、よし OK。 クイーンオブハートプラスバイキルトでの聖剣爆撃、うん1200、いいダメージだね。でルカに、うん、まあ、一応入れときましょう。キラキラポーンをうまい湯に入れて完璧だな。でほらで、まゆ必殺技いってみましょうか。クリティカルがね出ればめちゃめちゃくるんだけどね、どうでしょうか。5700。 あー、うーん、これはね全キャラ1位だわ。うん、あの攻撃に限ってはもう本当に、うん、間違いなく全キャラ1位のダメージだね。とんでもないわ。よし、しっかりとね最後までやりきりましょう。ダストンにかけとけ。回復
あと1回ぐらい敵がテンションアップしてくるかな。してくるよね。でも大丈夫。ロスアタ。強いね。まあまあ、強いプラス、やっぱり見た目がね、マイルは俺一番好きなんだよな。68手でした。はい、ということで今日はマイルを使ってみました。クリア後にマイユ以外のキャラクターもしっかりと使っていきましたので、またね、評価がだいぶ変わったと思います。なので今度ね、もう一度完成版の、ランキング出しますので、チェックよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。